28日の木曜日、学生機能別団員採用後初となる3大学の学生機能別団員合同防災研修が日本赤十字豊田看護大学で行われました。豊田市消防本部の学生機能別団員は、大規模災害発生時に大学内に設置される自主避難所の運営や消防団行事、訓練への参加などを主な任務としています。この日は学生機能別団員採用後初となる3大学合同の防災研修が行われ、中京大学豊田キャンパス、日本赤十字豊田看護大学、愛知工業大学八草キャンパスの学生合わせて25人が受講しました。研修の中で学生たちは避難所運営ゲームハグを通じ、大規模災害が発生した際の避難所の運営について学びました。4つのグループに分かれた学生たちは、避難所の情報が書かれたカードを避難所に見立てたボードの上に配置していきます。お年寄りや重体の人をどの位置に配置するか、より多くの避難者を受け入れるにはどうすればいいかなど、学生たちは避難所を円滑に運営するためのポイントについて意見を出し合っていました。皆学生同士の交流を深めながら防災の知識を身につけていました。医療学生としかハグやったことなくて、今回医療学生以外の人とハグをやって、なんか自分があまり考えないこととかの意見も出てきて、視野が広がったというか、こういう考え方もあるんだということを学ぶことができました。この団員に入って2年目になるんですけど、中京大学のリーダーとしてみんなを引っ張っていかないといけない分、他の学校のリーダーとも協力し合って、災害時いや、こういう研修の際には協力し合っていかなければいけないなというふうに感じました。他大学と一緒に訓練すると人数が多くて、いろんな意見が飛び交うので、すごくいい刺激になりました。学生機能別団員の次回の活動は消防団員1日体験入団となるということです。